はいこんにちはレトスの小野です5月26日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます辛いのは頑張っている証拠合格するためには誰もが通る道なんですね頑張っているからこそ辛いと思えるんですね頑張っていなければ辛いとも思わないんですね辛いなぁと思っているのであれば え踏ん張り時です私もまた弊社の受講者様も辛い時は経験していますそれを乗り越えたから合格までたどり着けるんです諦めずに頑張っていきましょうそれでは本日の3問です主たる債務者が債務を承認すると連帯保証人の債務の事項は更新する丸か×かこの問題考えたい方はえ動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください 答えは「丸ですね主たる債務者が債務を承認すると主たる債務者の時効は更新しますそれに伴って連帯保証人の債務の時効も更新しますこれは非常に重要な問題です主たる債務者に生じた自由はすべて保証人連帯保証人に影響を与えますこれを絶対項と言います つまり、主たる債務者が債務を承認すると、主たる債務者だけじゃなくて、連帯保証人の事項も更新しますえ。この問題は覚えるというよりもえ、理解すべき問題です。単に答えられるだけではなくて、主たる債務者が債務を承認すると、連帯保証人の債務の事項は更新する。これ、どういうことを言ってるかまで理解をしましょう。 そうすることで初めて実力が上がってきます。で、今回の、えー、この理解すべき点については短期講座で解説させていただきますので、短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、問い2です。 刑法第222条脅迫の罪により罰金刑に処せられたとしても B 社の免許は取り消されることはない。丸かツかという問題です。え答え、ツですね。支店の代表者っていうのは政令で定める使用人、政令使用人です。政令使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、この結核の政令使用人を持つ B 社も結核になります。 したがって B 社の免許は取り消されます。だからツなんですね。で、実はこの免許の基準には答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、このプロセスを知れば免許の基準で間違うことはなくなります。そしてこの問題はこのプロセスに加えて4つのことを学べるんですね。言い換えるとこの問題が分かれば免許の基準の問題の非常に多くの部分を学ぶことができます。まあ、これが効率的な勉強法の真髄と言っても過言ではないんですね。 で、この真髄をあなたにも実践していただいてえ短期間で実力をつけていただきたいと思っておりますで、受講者様については受講者専用のメルマガでえその旨解説しておりますのでご確認いただければと思いますまだ短期講座を受講されていない方はぜひ短期講座をご検討ください短期間で実力を上げて今年一緒に合格を喜びましょう短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからぜひご確認ください で,問3です。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない、○か×かという問題です。答えは丸ですね。都道府県が都市計画を決定しようとするとき、その都市計画が国の利害に重大な関係がある都市計画のときは、あらかじめ国土交通大臣に協議して同意を得る必要があるんですね。つまり、 必ずしも大臣と協議して同意を得る必要はないってことなんですよこれどういうことかって言ったら大臣と協議して同意が必要なのは国の利害に重大な関係がある場合のみなんですねつまり重大な関係がないのであればこの協議とか同意は不要だって話なんですよって今回の問題は正しいということですね都道府県が都市計画を決定する場合必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はないっていうのは正しいですよね この点は細かいんですけれどもポイントですほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画の決定この手続きの違いは必ず頭に入れておきましょう短期講座では動画で違いを解説していますもう5月も終わりに近づいてきてますので6月からの勉強法ということでその11つ目の動画をお送りさせていただきます6月からどうやって勉強したらいいのかわからないそういった方はぜひこちらの動画をご確認ください 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。レトスのオムでした。